ムキエレ交代。ムキエレ入れたのに交代したのベンチトゥーベンチってことビチャブになったのムキエレも怪我だったのあとビチャブパス、パスいいっすね、今の目。ビチャブのパスの出し方いいなって今2回見て思ってますけどね。さあ、カウンターで。お、早い早い。ビメロだけだ。いやー、よく戻ったなー。というのか。ビスチャ、ビなんだっけビメロ、ね。ビチャブだ。名前覚えられるかなえ、さっき言った、ビチャブって17なの ?2005 年17だ。ビチャブすごっ。 ビチャブめちゃくちゃ楽しみだな。いやビチャブ17すごいな。おおちゃんと届いてるわ。ビスチャだっけビ,ビ、ビスチャだっけ今日で覚えよう、この子の名前。めっちゃいい子だビチャブだ。だから、ビチャビチャしてブーイング出たみたいなね。濡れて怒られた,みたいな。ビチャブ。今ビチャブと出会えた日だな。これで一回戻したときに、ラモスは LINE あげてたんだけど、ラモスがあげようって言ったところまで、 ビッチャが、ビッチャじゃないと、濡れて悪い、え、ビチャ、ビチャ、なんだっけ、ビチャマじゃなくてな。濡れて、ビッチャ、あれ、ぬ、濡れて悪い、ビチャス。ビチャで、ビチャは張ってたのビチャ、ビチャスだっけ濡れて悪い、ビ、ビチャ、いや、ビチャであって。ビチャブだ、ブだ。あビチャブだ。ビチャまで覚えられてたんだけどな。ビチャブが一緒に上げれなかった。これ経験不足で、これね、マルキーニョスいなくなったの出たな。そう考えると、これね、知ってんしんな、最初の。 ラモスと一緒にここまででイン上げげようで上げれてたらそうだけどこのラインのギャップをねでこれむしろミラーが触んなくてもう入った可能性あるからそう考えるとむしろチュポモティングは頑張ったってやつ俺がミスって間違えてるやつねそうエンパペがねサイドに流れたりとかでねあのウバメカノから逃げたところで受け入れたりしたらまた違ったかもねそうだからミラーはミラーであれだったんだよなそのちゃんと オフにならない、一回下がったところからボールを上げる、クロス上げれる瞬間に裏抜けててこれよくて、むしろうちフォーモーティングの方が1かバチかだったんで、ね、反対側のねラインがどうなってるか見れてないからね。でもそれでも合わせられたから、けどまあこれがね、失点になってないから別にさっきのね、マルキニュースいなかったのが出たなっていう、でも,もう別にそれ失点になってないからそこまで出たなっていうほどあれしなくてもいいやつだけど。それでも失点シーンのね、やっぱりどんなルーマン後ろ作らせない問題。 あれだな、過小評価の選手誰ですかってよく聞かれるけど、そういう時に名前全然出ないけど、いい選手が過小評価だよね。その別にめっちゃ有名なわけじゃないけど。で俺、それがコマンかなって思い出しましたね。コマンって突破もできてクロスもいいじゃん。で結構大事な試合点決めたりするんじゃん。まあ、大事な試合って昔、ユうべバイエルンで点気決めてたからそう思ったけど。ユうべバイエルンの時、あれどっち側で点気決めたんだっけなバイエルンの時。コマン普通に世界最高レベルです。うん、で守備もしっかりするじゃん。 でもなんか、すごいウィングの時話出てきにくいじゃん。そういう選手って怪我癖ある。ああ、確かに、コマン結構怪我してるイメージもあるね。そこももともとパリーっていうイベントス行って映えるんじゃないかな。その時は右利きなのに左足でカットインシュートして決めたのが覚えてるから、両利きだとは思ってたけど、ノッペンはね、ウィング使うんならあのゴール決めたいっていうの決め続けましたからね。 え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいねチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。よろ、はい、しくお願いしまバイバイ。